浜塚ゆいです。 3.11 の震災があった時に、歌手の人というのはアカペラでも一人で何かを表現しに持っていけるなと思ったんですけれども、そこへ行くと役者はいつも、私もそうなんですけれども、映像でもスタッフがたくさんいるところ、それから舞台でも音楽、劇場、明かり、そういうものがないと何も表現ができないんだなって気がついて、何かできる作品はないかと思って探してたんですね。でそうしましたら、私は築地育ちだったんですけれども、築地の明石町に聖路加看護大学というところがありまして、その角に芥川龍之介さんの生誕の地があるんです。で久しぶりに芥川さん読んでみようかしらと思っていたら、唯一この作品だけが検非違使に対する証言、さようでございますから始まるセリフで書かれているなと思ったんですね。で、まあ、結局は明かりをいただいて音楽もつけての公演になりましたけれども、これだったら一人で7役やりきれない、やりきれるかしらと思ったところが、この作品を作っていこうかなと思ったところの発端です。作品は非常に激しいもので残酷でもありますし、イギリスで藪の中っていう言葉が芥川龍之介さんの作品の中からできたってことを聞いたことがあるんですね。同じ真実をいろんな方向から見て、真実が何か見えないということを藪の中、そうかと思ったんですけれども、ただこれは結果的には人を励ましたり感動させる作品ではないなとは思っているのですけれども、芥川さんらしい人間の心のトゲとか刃とか、そういうものが端的に現れている作品だなと思いまして、藪の中という作品は非常に役者さんに人気のある作品なんですね。で男の方は特に多情丸をやりたがる。でいろんな劇場で、まあ、3人ぐらいで亡霊と女と多情丸を分けて、最初の4人を、まあ、オーナーは女優さんがやりますね。そういう形の何人かでやられてた上演は何回かあるんです。でも一人で7役やるということが今回私が考えたことでして、唯一は私が男ができるかどうかということだったんですね。でもまあ、私の体を使うと、羅生門という映画で三船敏郎さんがやったような多情丸にはならない。自分の声と体を使った時にどういう人物造形になっていくかっていうことは非常に演出家と一緒に考えました。ただいろんな声は使ってはいますけれども、役の中身、心を入れ替えることで声は変わってくるので、そういう意味ではあまり辛くはなかったんですね。ただ一人で50分やり続けますから、そして芥川さんの文章というのはとても緻密で細かいものですから、それをきちっとセリフに載せるというのは非常に大変な作業でした。まあそれにふっと意識が途切れると、何かやっても頭の中が真っ白になる。それともうちょっと多分相手役の方がいると2人でもちろんキャッチボールをしながらやるんですけど、もうちょっと毎回もちろん芝居っていうのは似て非なるものになるんですが、今回の一人芝居は本当に木こりがどう出ていくかっていうことで、毎回自分の出来が、人物が少しずつ進化していくというんですかね、変わるという意味ではちょっと役者としてはとても面白い経験になりましたね。